ネロ浴場を後に立つマダマグーネロ浴場は64年にローマ帝国第5代皇帝ネロがローマのカンプスマルティウスに築造したローマ浴場であるパンテオンに隣接して建てられた古代ローマで最初の公衆浴場であったアグリッパ浴場に次ぐ同国で2番目に作られた公衆浴場であるアレクサンデルセウエルステが227年に改築を行った 中世において、アレクサンデル浴場と記述されたこともあったが、浴場が稼働していた当時は、ネロ浴場と呼び続けられていたようである。ネロ浴場は、パンテオンとドミティアヌス競技場の間にあり、南北軸の長方形の建物は、当初190メートル、120メートル、227年の改築後は、約4万平方メートルの広さであったと推定されている。現在、 ネロ浴場の遺構はほとんど残っておらず、マダマ宮殿内に壁の一部とカルダリウムのハイポコーストが発見されている。16世紀頃までは浴場の南側部分のカルダリウムの基礎が地上に見えていたようである。浴場の建物は南から北に向かってカルダリウム、テピダリウム、フリギダリウムの順に配置され、 建物中央の広間の東西にはコロネードに囲まれた広場パラストラがカルダリウムの横には脱衣室と休憩室があった。建物の赤色見かけ石で作られた円柱のうち2本は1666年にバンテオンの改修時に移設し用いられた。ネロ浴場の水はビルゴ水道から分岐したアレクサンドリナ水道により供給されていた。ありがとうございます。